めっちゃ顔やってた。こんにちは、ケンズギターワークス吉松です。わーです。今日の動画は、はい、うちのギターのいいところ、はい、ピンポイントでご説明しますっていう企画やっていこうかなと思ってます、はい、で、まず今回の動画はですね RS ジョイント、はい、今まで何度も動画で登場している RS ジョイントをフィーチャーした動画にしようと思ってまして、詳しくご説明していきます。じゃあ RS ジョイントについてなんですが、はい、まずせっかくなんで物見てもらおうかなと思ってます。どっちですか？ネックを見ましょう。はい、じゃん。これ木工段階のネック、はい、若君がせっせと作った、はい、いいネックですね。ここ RS ジョイントと呼んでる要の部分で、ここに関してなんですけど、まあ見ただけでまず分かる通り普通の ST とは違うジョイントになってます、はい、でこれが裏見るとここに1個ねじ切りというか受けが埋め込まれてるんですけど、ここにボルトがまず1個刺さる。で表からビスでここを止めると、はい、という、まあ、3点でジョイントする方式です、はい、でこれに関しては、まあ、何度かお伝えはしてるんですが、はい、そのレッドスペシャルをケーズは長年作ってきてですね、はい、このジョイントならではの音の伝達だったり、はい、振動性っていうところにちょっと着目して、今回こういうトラディショナルモデルを作るって時に、まあ、改めてこういうジョイントをやってみようかという話になりました。で、これに関してなんですけど、構造がどうっていうのは説明してもあれかな、はい、その音の感じを説明したいかな。じゃんじゃん。これうちの作ってる RS レプリカのネック、はい、これもねファン見たら超確かに、うん、嬉しい。この状態はそうなかなか見れないですけど、これが表からこうやって2点ビスで止まる場所と、裏はここちょっと今マスキングで隠しちゃってるんですけど、ここにもボルトが入ってて、こっちの場合はネック自体にボルトが埋め込まれてるんですけど、まあ、構造上こっちは外からボルトで締め上げるっていう構造をとってます、はい、でまあこの良さっていうのをこっちに引き継ぎましたっていう感じですね。はい、はい、でボディの方じゃあ若君持ってもらおうかな。センターピックアップのここ壁の部分というか、はい、天井の部分というか何て言えばいいんだろうね、はい、まあ少なくともセンターピックアップまでジョイントが伸びてる、ネックがまあつくとこうなると、だからピックアップの下をネックが通ってるっていう状況ですよね。まあ本当に長いんですよ、まずジョイント部分が、はい、でこれによってまあどういう効果が得られるかっていうと、その一般的な、まあ、ST 系では得られないと、はい、まあ我々は考えてるんですが、そのちょっとセットネック感が出るんです。まずこのジョイントが強固であること、はい、あとは上下から、まあ、前後からか締め上げてることによって、すごく強固にまあジョイントされることによって、SG とかなんだろう、ちょっとこうボディの薄めのセットネック感、レスポールとかにも近いんだけど、はい、個人的には SG とかすごい近いのかな、はい、セットネックっぽいなんだけどボルトンっぽい、はい、なんかそういうすごい間中間が取れてて、まあ面白いんじゃないかなと思ってます。しかもこれトラットに関しては基本仕様がホンジュラスマホガニのボディとネックなんで、はい、がさらにそこがこう増幅される、ボディの振動感とか音の生鳴り感とかがすごい、そのボルトンってただビスで締めてるだけじゃない、もう一個上の、はい、ワンランク上のサウンドに感じられるかなと思います。これに関してはそのネックを外したりっていうのは個人でやるのはちょっと難しくなっちゃうかもしれないんですけど、はい、それに関しても基本的には取らなくてもいいんじゃないかなっていうぐらい、はい、まあ、構造的には安定してると思いますので、まあ本当にこの他のギターとは違う、ツイッターとかでもね、はい、いろんな方が書いてくれてる、はい、ただごとじゃないぞって、そのギターじゃないぞって言ってくれてる方もいるぐらい、本当に評価いただいたジョイントなので、ぜひこちら楽器店さんとかで試してみていただければなと思います。今だと RS カラーのトラットが、まあ、店舗さんによってはあるかなと思うので、はい、ぜひそちらはデジマートとかで探してみていただければなと思っております。まあ、それ以外にもですね、トラットの情報、まあ、それ以外にもケーズの最新情報とかっていうのは SNS とかをぜひフォローしていただいて見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。これジョイントがそのプレート多分使ってない、多分使ってないんで、ハイフレットへのアクセスはめちゃめちゃいいいいのかな、うん、ですね。しかも斜めにね落としてるから、はい、まあ、なおさらってのもあるんだけど、はい、やっぱプレート使わないことによるアクセス性と、はい、あとさらにこのボルト1個っていうところで、はい、外径もすごい締まってて、はい、全部がうまく調和したジョイントになってるかなと思います。なのでまあぜひねここも注目してみていただければと思います。でもなんでこれを買ったんだろう。そうです、なんかジョイントでいわゆるストラトと違うところ作りたいですよね、ケーズしかできないというかやってないようなことってありますかって話の時に、やっぱりそうそう、でもレッドスペシャルを多分踏襲できるのってうちだけじゃないですか、こういうモデルに落とし込めるのは。だからあえてやってみましょうって話になって、
ったのが生まれたきっかけ、そのガキ店さんといろんな方の意見とか交えながら生まれたのがこのジョリニコと、本当にいい方向転んだと思います。お供にしボルトゲージダウンのボルトも入ってて、ちょっとああそうですね、うん、今までうちがやってたボルトと、うん、ゲージダウンそうですね、だから本当まとまりましたよね。だから今後これを逆輸入フラッグシップ、はいはいはい、これをゲージワンと、はい、これトラットのボディと RS のボディなんですけど、 RS のボディと似てますよね。似てますね。そうジョイントここからあの踏襲した構造なんで、まあ深さだとかっていうのはもちろん違いはあれど、はい、そのピックアップの下を通って長いジョイントで止めるっていう、これがやっぱりのうちらしい、はい、しかもうちにしか多分経験蓄積がないジョイントかなというふうなところで、まあ、ぜひこのケースらしさを感じてもらえればと思います、はい。